ではですね、早速体の軸となる体幹トレーニングの正面ですねのトレーニングをやっていきますので、四つ這いになっていきましょうか。はい。最初に話したように最初の姿勢がとても大事なので、まず四つ這いのポジションですね。ここにボックス、肩の真下に手を持ってきていただいて、もう一度後ろにしましょうか。はい。OK。で、股関節の真下に開く。で、足は足にペタッとつけます。これがスタート地点ですね。で、骨盤今すごくいい位置なので、ここにちょっと反りをこのぐらいにしましょうか。はい。ここが後ろに下がりすぎないように、ここのラインしっかり整えて、OK、頭の位置、いいですね。目線は2メートル先ぐらいを見ます。ここがスタート。で、早速ちょっとやっていきたいと思います。今回は20秒刺激で10秒休みます。右手をアップして、そう。アップした時に体の姿勢を崩さないように、そう、この状態で OK。四つ這いの姿勢を崩さないように手を上げることによって背中とこの背骨のラインに刺激を入れます。はい、 OK、 いいですね。呼吸止めないように、はい、 OK、 戻します。10秒休みます。で、今度は逆側、反対側行きましょう。背後の姿勢を維持したまま左手アップ。 OK、 ナイス、いいですね。はい、手振るとまた締める締める、ナイス、いいですね。もう呼吸止めないように、はい、 OK、 戻しましょう。はい、では次は足を伸ばしていきますよ。右足を後ろに伸ばします。1、このままの姿勢で、そう、最初の四つ這いを崩さないまま足はリラックスして伸ばして、反対の足でしっかり支えて、この軸、そして肘を伸ばしていきましょう。 OK、 呼吸、いいですね。お尻、骨盤が左右にずれないように注意して、はい、 OK、 戻します。ナイス、いいですね。お腹周り、そして背骨周りに効かせていきましょう。1、左足伸ばす。 OK、 ここでキープ。いいですね、ナイス集中。こちらのお尻で支えて、そう、グッと吐いて、はい、 OK、 ナイス。では次は右手を上げていきますよ。あ、まだいいですよ。 OK、 レディ、右手上げて親指上、そこから上げ下げ繰り返す。1、耳の高さよりも上でなるべく頑張ってあげる。そう、1、いいですね。ナイス、繰り返して、エッチ、オッケー、ファイト、エッチ、ナイス、はい、オッケー、素晴らしい、いいですね。最初の姿勢崩れてないので非常に素晴らしいですね。この調子でいきましょう。体の感覚作っていきましょう。左手アップ、そう、エッチ、肘を伸ばして、ここから動かす、そう、ナイス、エッチ、肘が曲がらないように注意しましょう。H、 そう、いいですね。ここの全体まっすぐのまま、そう、しっかり吐く息でぐっと締めていきましょう。安定させて、はい、 OK、 素晴らしい。じゃあ次は右足いきます。はい、右足を伸ばした状態、先ほどの状態でちょっと上げ下げやっていきますよ。右足伸ばして、そうで、ここで H、 H、 ナイス、 H、ここまっすぐして、そう、肘伸ばして、そう、ナイス、エッチ、いいですね、ナイス、エッチ、いい集中、最後まで、はい、OK、 いいですね。では逆足いきましょう。レディー、伸ばして、そう、エッチ、そう、ナイス、お任せで支えたまま、そう、ナイス、エッチ、一周中、ゴー、ナイス、エッチ、エッチ、そう、ナイス、お尻、お尻、そう、2、1、はい、OK、 では右手と左足を伸ばしてタッチして伸ばすを繰り返していきましょう。1、はい、右足、左足伸ばして肘と肘とタッチ、そう、お腹で締める。1、伸ばして吐いて吸って、はい、で、エッチ、そう、ナイス、
エッチ、おいいですね、そのテンポで、エッチ、ナイス、エッチ、なるべくおへそに近い位置でタッチ、そう、はい、オッケー、さあ、ラスト、頑張っていきましょう、いいペース、気にしっかり伸ばして頑張りましょう、2、エッチ、クロスで体を動かしましょう、エッチ、伸ばしてストップ、そう、エッチ、そう、ナイス、エッチ、オッケー、頑張って、タッチ、ナイス、タッチ、ナイス、タッチ、ナイス、はい、オッケー、ストップ。